歩美さんを超える、これは一番の夢だよね。苦手なフレーズ克服、これは目標。丸山さん、次は移動教室ですが何をしているの？あ、そっか、ありがとう。これはね、夢ノートだよ。夢ノート？この先の夢と目標をそれぞれ書き出してるんだ。夢が自分の努力でどんどん実現に近づいていくと目標に変わっていくって最近気づいてね。だから今の自分の夢と目標を整理しようかなって思って。自己分析はとても素晴らしいことだと思うわ。それに基づいた目標を立てることも。ひなが最近しきりに夢ってなんだろうって言っていたのはこれだったのかしら。え、ひなちゃん、そうだったんだ。しつこく家で私に聞いてくるから何があったのかと思っていたのだけど、最近パスパレで夢とか目標の話題がよく出てね。ひなちゃん、何でもできるから夢とか目標とかがわからないって言ってたんだ。丸山さん、すみません。ひなにも悪気があるわけでは。ううん、全然大丈夫。メンバーのみんなもひなちゃんのそういうところが大好きだから。でもひなちゃん、本当に夢も目標も持てないのかな。きっとひなちゃんも夢を持てるって思うんだけど。どうかしら。パスパレに入ってあの子は日々変化しているから、いつか自分の夢にも気づけるかもしれないわね。うん、そうだといいな。あ、で、移動教室だったよね。急がなきゃ。さよちゃん、走ろう。え、ちょっと丸山さん、廊下は走ったらダメよ。夢について考えていたら寝不足になってしまった。少しはアイドルっぽくなった気もしていたけど、自信のなさは変わらないし。ステージに立ってもなんだか夢みたいって思ってしまうのも、自信がないからなのかな。皆さんしっかり夢を持って進み始めているのに、こんな気持ちで続けていたら迷惑になってしまうな。まーやちゃん。あ、ひなさん、お疲れ様です。どうしたの？私が見てもわかるくらい疲れてるよ。あ、なんだかアイドルが何なのかわからなくなってしまいました。今の自分が果たしてアイドルなのかも。それでそんなげっそりしてたの？はい、皆さんがアイドルとして夢や目標を見据えていく中で、自分はとなってしまって。別に分かんなくてもいいんじゃないの？でもそれじゃあ皆さんのご迷惑に。ならないならない、大丈夫でしょう。ね、まやちゃん、私がなんでパスパレのこと大好きだか知ってる？それはひなさんじゃない人がたくさんいるからでしょうか。パスパレってさ、わからないことがさ、わかるようになるんだよ。私もさ、夢とかってよくわかんなかったけど、なんとなくわかったし。ああ。だからさ、今わかんなくたって、きっとパスパレにいれば、そのうちわかるようになるんじゃない？パスパレの